入玉とは、将棋において、一方の玉将または王将が敵陣へと移動することを言う。入り王と呼ばれる場合もある。将棋で使用する8種類40枚の駒は、すべて前方への移動が可能であるものの、後方への移動が可能な駒は、初期配置や持ち駒を盤上に打った段階で5種類14枚と、限られる。 相手の玉章が入玉した場合、相手の玉章を攻めるのが難しい上に、入玉した相手側は不評などを数多くならせることにより、入玉後の守りを固めることが容易なため、詰めますのが非常に困難になる。特に相入玉になった場合は、勝敗の決着をつけること自体が困難になる。このため、入玉により、勝敗の決着が対局者双方とも見込めなくなった場合は、 両者の合意によって対局を中断して点数計算を行う。点数計算は自分の番上の駒と持ち駒をとして合計する。この方法で点数を求め24点に満たない方を負けとし両者とも24点以上となる場合は引き分けになる。この引き分けのことを持ち将棋という。公式戦では通常は千日手と同様の規定に則り、 先手とも手を入れ替えて差し直す。タイトル戦の番勝負においては、各機戦の規定に委ねられ、基本的には、当該対局を無勝負引き分けとした上で、番勝負の最大対局数を1局増やす形となるが、持ち時間変動制であった第3から5期、明田王戦の持ち時間5時間対局日においては、当日の21時30分までに、持ち将棋が成立した場合、 即日差し直しとなる規定だったことが確認されている。また、過去にはタイトル戦の持ち将棋を双方0.5章相当として扱っていたこともあり、適用された例として第40期名人戦などが確認できる。実際の事例としては存在しないが、7番勝負の一方が参照で持ち将棋一局成立していた場合、持ち将棋で決着となる可能性もあった。 通常の公式戦では、持ち将棋局や戦日手局は単独では成立せず、差し直しつぼねと合わせて一局とみなす。この場合、持ち将棋、戦日手局と差し直しつぼねを合わせた一局に対して、勝敗がつくため騎士の成績に引き分けが記録されることはない。一方で、タイトル戦における持ち将棋は前述のように、それ単独で引き分けの一局とみなすことがあり、 この場合は、騎士の成績にも持ち将棋による引き分けが記録される。千日手と比べると、持ち将棋の頻度は少なく、タイトル戦での持ち将棋は2020年まで、過去13例のみ。21世紀以降では2014年の王位戦、第3局と2020年の秋田王戦、第2局、第3局の3例のみとなっている。アマチュアの場合は、 時間短縮の目的で引き分けを極力なくすため27点法を採用することがある。得点計算は同じであるが27点未満の方を負けとし同点の場合を後手の勝ちとする場合が多い。また入玉宣言法を取り入れることもある。挿入玉模様となれば一般的な寄せ合いとは異なる点数勝負に入り、 駒の価値も普段のものとは大幅に異なってくる。一点を争うような点数勝負は、プロ騎士であっても、神経を使うものだという。持ち将棋は対局者両者の合意によって取り決められるが、まだ敵陣に玉将が入っていない段階でも、入玉が確実であれば入玉したものとみなして、合意に至ることもある。 2007年2月16日に行われた朝日オープン、将棋選手権の久保敏明対阿久津主勢戦では、久保玉が入玉、阿久津玉が自陣三段目にあり、駒数の点数は久保が大きく足りない状態であったが、阿久津の提案によって、持ち将棋となった。このタイミングでの持ち将棋の提案は早すぎるのではないかとして話題になったが、 対局中は常に局面をリードして折り込ますでも、有利であった、阿久津側からの提案であったことと、持ち将棋のルールが合意によるものであることから、問題にはならなかった。なお、持ち将棋差し直しつぼねは阿久津が勝利している。入玉宣言法とは、持ち将棋について、両者の合意が至らない場合でも、一方が入玉した上で所定の要件を満たしたことを、宣言して引き分けないし、 勝ちとするルール。以下のルールは、日本将棋連盟が2013年10月1日より暫定ルールとして導入。2019年10月1日に暫定ルールの一部追加変更が行われている。対局手数が500手に達していない時点において、宣言しようとする者が、次の各条件を満たした時に、自分の哲害で着手せずに宣言を行うと、持ち将棋、または、 勝ちとなる。宣言をしようとする場合、宣言する旨告げ、対局時計を止める。宣言をして、上記の条件を満たしていた場合、宣言したものの持ち駒と敵陣にある駒の点数が24点以上30点以下で、あれば、持ち将棋、31点以上であれば宣言したものが、勝ちとなる。条件を一つでも満たしていない場合は宣言したものの、負けとなる。 なお、上述の27点法に対応する宣言法である点数を、先手は28点以上、後手は27点以上で宣言でき、宣言した側の勝ちというルールを採用する例もある。日本将棋連盟が2019年10月1日より暫定ルールとして導入したもので、持ち将棋について、両者の合意が至らない場合でも、対局手数が500手に達した場合は、 双方の駒の点数に関係なく持ち将棋とする。ただし、500手資料時点が合法局面でありかつ、大手がかかっている場合は、連続大手が途切れた段階で、持ち将棋とする。500手以降の連続大手が途切れず積みに達した場合は詰ました方の勝ち、詰まされた方の負けになる。この500手目の大手による延長での積みによる決着は、基本的には、後手の勝ちとなるが、 5 0一手目以降に逆王手が入った場合は先手が勝ちとなるケースがあり得る。また、500手以降に連続王手の千日手が成立した場合、通常の反則規定と同様に王手をかけた側の反則負けとなる。なお、戦後の公式戦における最長手数は前日の牧野三則中尾俊幸戦で記録した420手である。公式なルールではないが、 一部の将棋クラブではトライルールを採用するところもある。トライルールとは初期配置の相手玉の位置に相手の駒が効いていないとき、その位置に自分の玉を進めるとトライとなり、その場で勝ちとなるルールである。トライルールの初出は近代将棋1983年11月号でプロ棋士の武者の勝美が読者投稿の入局規定の改善案として2案を 紹介した記事のうちの一案であり、持ち将棋、トライ勝利案という名称が付けられている。また、将棋世界1996年8月号で、プロ騎士の千崎学が、前述の記事とは独立に、実著のコラム上で発表したものであり、トライルールという名称もその時に使用された。2013年9月18日に刺された第61行座戦、第2局では、後手の 中村大治六段の玉が5級に到達したが、プロ騎士の将棋では、トライルールは採用されていないため対局はそのまま、続き、その後、羽生善治王座が後、出玉を押し返し、203手で勝利している。動物将棋においては、トライルールに近い勝利条件が採用されており、相手のライオンを取る他に、自分のライオンを敵陣一段目まで進めても、勝利となる。 コンピュータ将棋はプロとも互角に戦えるほどに進化。したが、評価関数を機械学習させる場合、過去のプロ騎士の対戦寄付から教師あり学習を採用するのが一般的である。しかしプロ同士の対局でも入力となったケースはそれほど多くないため、結果として学習が他の戦法と比べて不十分になり、入力模様になると急に気力が落ちる現象が発生する。 これを利用して、対コンピュータ将棋の戦法として使われることがある。しかし近年、コンピュータが生成した、膨大な数の局面を教師として学習したり、学習におけるパラメータを増加させて実践が少ない、局面の評価能力を向上させた結果、コンピュータ将棋の入局模様は短期間で大幅に向上している。2015年の第25回世界コンピュータ将棋選手権では、 コンピュータ将棋の公式戦で初めてセレーメが入玉将棋において自身の読みと判断により宣言法による勝利を挙げて同大会の独創賞を受賞した。競合ソフトにおける入玉将棋の強さと宣言法の実装はほぼ標準化されており2016年の第4回連王トーナメントではポナンザと屋根裏王が一度ずつ入玉将棋を宣言法で勝利している。 ありがとうございます。